長島は、岡山県瀬戸内市にある島、虫明湾の南東に位置する。日清諸島に属するとされるが、北の大鳥島や東の大多府島との間に、旧軍境があり、長島は、日清諸島には該当しないともされる。中央部の船越は、屋島の戦いの後に、源の義経の船が長島に吹き寄せられ、武蔵坊弁慶が船を引き越した地であるという伝説がある。 大正時代は、島内のほとんどが山林で、中部より西側に水田が点在し、20世帯余りが住んでいた。ボラシキアミンが有名だったが1960年頃から衰退し、代わって大鳥島との間では、カキの養殖が盛んになった。本土の丘陵との間には、幅200メートルほどのセミゾの瀬戸がある。全島が山地で、南東部などは、海食がけとなっている。 谷町の島の中央部を境に東西に分かれている。西部は古生層の砂岩、中心部は河口岩で、東部はわずかに流門岩がある。一方、1927年に日本初の国立ハンセン病療養所である国立療養所長島愛生園が島内に設置された。この際に、村有地や民有地のほとんどが大日本帝国政府に買収され、 従来からの島民居住者はいなくなった。収容人員に400名を目標にして1930年に療養所が完成したが、予定を超えて1943年には2000人以上が収容されていた。また1938年には大阪府から公立来療養所が長島に移転し、1941年に国に移管され国立療養所奥公明園となっている。 こちらには最盛期で1000名のハンセン病患者が収容されていた。この2つの療養所の施設として、病棟、患者、職員の住宅、作業場、医安、娯楽施設、看護学校などが建設された。また、以前からの農耕地が患者の農園となった。水道水は本土の吉井川から水道館で送られている。本州からわずか200メートルの距離にありながら、 ハンセン病への差別、偏見によって隔絶されていたが、岡山県道224号線、最大次線の工事で全長185メートルの奥長島大橋が1988年5月9日に開通して本州と陸続きになった。1996年の来予防法廃止によって、ハンセン病患者の入所は義務ではなくなったが、 長期間の隔離によって出所は困難になっており、2005年現在で合計685名が入所している。ありがとうございます。